心安らかに生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今回は鳥取県祥雲寺住職片山宝生さんの仏様も手を合わせておられるというお話です。昨年、住職であり私の父でもある師匠が急にこの世を去りました。私は喪失感と不安とで落ち着かない毎日でしたが、葬儀と四十九日の法要を無事終え、徐々に落ち着きを取り戻していきました。皆様もご先祖様のご冥福を祈り、感謝の思いを表すために法事をし、法事を終えると安心すると思います。この安心こそ極陽の本質のような気がします。お檀家さんと法事をお務めしているとき、ふと思いました。私たちが普段手を合わせている仏様、ご先祖様は、そのお姿を目にすることも声を聞くこともできません。ですが、ご法事でお経を読んでいるのは僧侶とご遺族、ご親族だけではないかもしれません。姿形は確認できませんが、仏様もご先祖様も一緒になってお経を読まれているのではないでしょうか。ご先祖様と私たちとを導いてくださる仏様、仏様に供養を捧げる私たち、仏様と私たちからの思いを受け止めるご先祖様、そのすべてが互いを思い合って法事を営んでいる。そう思ったとき、私たちは改めて感謝の気持ちが湧き、心安らかに日々を過ごせるのではないでしょうか。師匠の墓前で手を合わせるとき、きっと師匠もこちらに向かって手を合わせてくれているのではないかと思います。そう思うことで、私は安心を得ることができたような気がします。私たちはお盆やお彼岸のお墓参りの際、手を合わせご先祖様に思いを馳せます。ご先祖様も墓前の私たちに手を合わせておられるとしたら、その姿を思い浮かべてみてください。きっと今までとは違うものが見えてくると思います。鳥取県祥雲寺住職片山宝生さんの仏様も手を合わせておられるというお話でした。続いてお知らせです。この番組のご意見ご感想を、郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402 曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子今日の心私の心法話集を差し上げます。次回は島根県帝心寺住職木村法典さんのお話です。この番組は曹洞宗中国管区教化センターがお送りしました。